俳優、反町隆史、47、他テレビ朝日の人気ドラマシリーズ相棒を卒業する。水谷豊、69、演じる杉下右京警部をサポートする神楽ラ役を2015年10月から熱演。出演回数は歴代最多で、放送中のシーズン20が終わる来年3月をもって卒業する。となると、 次なる関心事はソリマチの記号は戸釜記号と、去り方だ。実は一年ほど前からソリマチさん卒業は水面下で話し合われ、その時、今後のシナリオについてもいくつか話が出ていました。そう語るのは芸能プロ幹部だ。同ドラマのキャスティングボートを握るのは、言うまでもなく主演の水谷。 それとドラマと映画版を制作する東映だ。前出芸能プロ幹部は東映に近い筋から流れてきた情報として、後任については初代相棒の寺脇康文、五9九、と三代目相棒、成宮博樹、三十九、の名前を挙げる。相棒ファンから歴代相棒の記号その5記号について知りたいという要望が多いんです。 寺脇さん演じる亀山は警視庁を退職し、サルウィンという国を救うため日本を離れました。鳴宮さん演じる海さんは記号闇落ち、記号して逮捕されるという衝撃的な結末。この二人が新シリーズで絡んでくるというのです。水谷と寺脇をめぐっては一部で不仲説が報じられ、 それが相能卒業に繋がったと見る向きもあるが、舞台裏を知る関係者曰くむしろ逆。水谷さんが寺脇さんに君はもう一人でやれると、巣立つことを後押ししたのです。鳴アについても16年に薬物疑惑が報じられ、芸能界を去ることになったが水谷さんは以前からなると読んで可愛がっていた。芸能界からフェードアウトした時は本気で心配していた。 どう、という。新シリーズはあえて記号新顔記号は置かず、歴代相棒が絡む壮大なストーリーになるのか。反町の記号去り方記号をめぐっても、衝撃的な話が飛び交っている。前出芸能プロ幹部の話。殉職、もしくは品種の重症を負うというのです。 これまで相棒の殉職は水谷さんがカタクナに NG を出していました。しかし、ドラマ自体が低調なこともあり記号全言撤回記号。視聴者が驚くインパクトが必要になっています。確かに殉職ならば、ファンは騒然となるだろう。ネット上でもソリマチの卒業発表とともに、今後の記号筋読み記号が盛り上がっている。 果たしてどのような結末になるか